どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ちょっと今日はですね、皆さん、ガズレレのアプリ、ガズレシピのお知らせです。皆さんご存知ですか？ガズレレではですね、楽譜がめちゃくちゃ見え、いい感じで見れるアプリ、ガズレシピっていう、アプリがあるんですよ。ぜひ皆さん、まだ知らなかったよという方、スマホとかタブレットに、ね、入れてください。まずちょっとね、皆さんスマホで案内しますね。やっぱり皆さんスマホがいいでしょう。はい。スマホのガズレレ公式ホームページ、これリンク貼っておきますけど、概要欄にもちろん貼っとくけど、右上のここのところ、今矢印ついてるここのところをクリックしてもらって、ショップっていうところを押してもらいます。押した、はい、いいですか。そうしたらその中にあるガズレシピ、一番下ですね、ガズレシピ、APP 版&書籍版のページと、ガズレシピアプリの使い方っていうのがあるんですけど、このね、APP 版書籍版っていうところをこうクリックしてもらうと、このページに飛びます。そうすると、ここでね、ここに書いてあるように、Apple Store とか Google Play、Amazon って書いてあるんですけど、ここでね、これ Amazon って書いてあるんです。これ、本も出てるんで、ね、これなんですけど、このページに行ってもらって、ちょっといろいろダウンロードなどをしていただければなと思います。そして、アプリなんですけど、インストールしてもらうこと自体は無料なんですよ。で、その中で曲が、楽譜がですね、見れるということなんですけど、ご購入いただけるものと無料で見れる楽譜も数曲あるんですけど、まずお試し版でガズのオリジナルソングの楽譜を見てもらうと、どんな感じの楽譜か見れると思うんで、それを見てください。こんな感じのね、めちゃくちゃ読みやすい楽譜になってて、このガズレシピの、楽譜の特徴は、かっこいいバージョンと簡単バージョンの両方の表記がある。ここが、かなりのポイントでございます。かっこいいバージョンの楽譜も見れるということです。あと自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかついてるんで、これかなりね、タブレットとかうまく活用するとものすごくね、有効に使っていただけるんじゃないかなというふうに思います。そのような感じでこのね、アプリをインストールしてもらったらですね、その今楽譜にですね、新しいブロック、ボリューム9というブロックが追加されたよという今日お知らせなんですよ。9っていうことは今まで 1,2,3,4,5,6,7,8 と出てたんですよ。このガズレシピの一つのね、ボリューム1、ボリューム2、このボリュームいくつの1個のブロックに40曲の楽譜が、掲載されております。そして、1曲ごとでも変えるんですけど、1ブロックごとセットだとすごくお買い得になっているということが特徴でございまして、ちょっとどの曲、これかいつまんで、今までだから、ボリューム9まで出ているってことは、360曲ぐらいもありますんで、1曲ずつのご購入でもいいし、ブロックで、皆さんダウンロードして購入して、アプリ内で楽譜を見てもらうのもいいし、ちょっとね、いろいろ見てください。はい。そうするとですね、今回追加になったボリューム9は、こんな感じの内容になってまして、今曲名をここに出しておきますけど、どうですか？バリエーション豊かな曲、これかっこいいバージョンと簡単バージョン、両方のバージョンが掲載されている楽譜ですからね、皆さん。はい。そこが、何回も言いますけど、ガズレシピの特徴になっておりますんで、ぜひ皆さんアプリをインストールしてもらって、まずインストールはさっきも言ったけど、無料ですんでね、ちょっと入れてみてくださいよ。はい。そしてそこで都合良さそうだったらですね、ぜひぜひ楽譜、ご活用いただいて、皆さんの音楽、ミュージックライフにこうご活用いただければというふうに思います。はい、こんな感じでガズレレ公式ホームページにはその使い方もね、さっきのところに書いてあったりするんで、分かんなかったら、そこを見ていただくとか、もちろんお問い合わせ、いつもね、ホームページのお問い合わせのところからお問い合わせもできるようになってますんで、ぜひガズレシピで楽しく音楽やっていきましょう。今回は、ガズレシピ、ガズレレのアプリ、ガズレシピに新しい、曲のブロック40曲が追加になったよというお知らせと、アプリみんなインストールしてねというお知らせでございました。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネル、もりもり音楽楽しんでいこうね。またね、バイバイ。